部屋の御嶽海。2場所連続6勝1敗の好成績を収め、デビュー2場所で十両昇進を決め、念願の関取になりました。今日は東洋大学から関取が土俵入りでつける化粧回しが贈られました。東洋大学のイメージカラー鉄紺に校章が金色の刺繍で入っています。三役、そして横綱への道を歩んでいってもらいたいと心から願っています。立派な、化粧回しの始まりを、頑張りましょう。では、しっかり結果を残して優勝目指して頑張っていきたいと思います。御嶽海は来月12日から始まる大相撲名古屋場所に備え、あさって愛知県の宿舎に移動します。昭和市生で見るとちょっと気持ちは引き締まりますね。上がったからにはしっかり落ちないようにまずはやっていきたいなと思います。それで応援いっぱい来るって聞いたんで、まあ、その期待に応えれるように、自分の相撲を取っていきたいなと。